車内ちゃんぽんちゃんぽん。めっちゃ美味しい。なんでこんなに美味しいのだろうか。こんばんは、ギフトありがとうございます。いや激うまですよ。もうね疲れたよね。疲れたよねとか言いながらねラーメン食べる女。いやー皆さん一日お疲れ様でした。本当に麺が長いんだよな。麺長くてちょっとなもうちょっと短くていいんだけどな。明日はね、明日は多分夕方からだと思うので、はい、ママありがとうございます。今日のさメイク可愛くない？今日ねちょっと分かりづらいかもしれないんだけどさ、まつげオレンジ色なのね。ファンでもさ違うのに変えて、そうファンの方からいただいたやつ使ってるんですけど、めっちゃ可愛くって、しかもねファンで超肌なじみよくって、すごって一人で朝感動してた。そう本当にありがとうございます。こんばんは。なんか最近絵面一緒だよね。ラーメン食べてる。こんばんは。こんばんは。ね、体に良くないって分かってるんだけどな、やめられないな。ね、そろそろね、ラーメン大好きだよ。大好きです。こんばんは。
ました。ありがとうございます。これはね、ちゃんぽんですね、ちゃんぽん。はい。うん。めっちゃ美味しい。こんばんは。だってごちそうさまでした。こんばんは。ウーバーじゃないよ、インスタント、インスタント。ごちそうさまでした。美味しかったです。美味しゅうございました。完食早っ。時間かて今日早くお風呂入りました。素晴らしい。そう、全然ね、そうだからね、少しずつ進んで、もちろんね交代する時もあるかもしれないけど大丈夫だよ。ちょっとずつ進んでったら大丈夫。今日何もなかったの。しいて言うなら休憩時間に私2時間爆睡してたことですかね。休憩時間っていうか、まあ、間の時間がね結構あって、そういつもねそのご飯食べて休憩してんだけど、2時間自分でもびっくり、2時間寝ておりまして、気づいたらもう行かなきゃと思って、そう疲れてたんだな。あ、それと今日ね、今日あビッグニュースございました。ちょっと今の今まで普通に忘れてた。ハロウィンジャンプ買いましたよ。拍手。初めてのハロウィンジャンボ。石川もう寒いですか？寒いです。なんかね朝晩寒くて、朝晩っていうか朝から朝と夕方寒くて、お昼はね全然そうでもないんだけど、今日カーディガン着ててもね寒くて、そう私ジャンパー着た方がいいんじゃないっていうレベルで寒かった。あーそう、ハロウィンジャンボ買いました。初めて、初。電板とバラどっちも買ってきました。そんなね数は多くないんですけど、まあいい経験だなと思って買ってきました。まあ、いつね、いつ発表なのかも知らんけど31かな、うん、ハロウィンジャンボってことは。そう、まあ当たらないとは思うんですけど、まあ当たったらいいなくらいで、そう当たったらラッキーくらいの気持ちで、まあね今日も頑張って、今日もじゃない今月もいっぱい働きます。こんばんは。そうだから買う日をさちょっと迷ってたの。今日なんか調べたら一粒万倍日、そうそうそう、でなんだけど仏滅なんだって今日。そうだから、うわどうしようと思って。そうでもさ、そこまでガチじゃないからいいんじゃないって言われて、うん、そうそこまでガチじゃないんなら仏滅とか気にする必要なくないって言われて、いやそれもそうだわと思って何も気にせず買いに行ってきました。もし5億円当選したらおごって貯金します。でも家をリフォームしたいな。
とエアコン買えます。エアコンなんかね、エアコンが壊れた言うて、なんか壊れたのか知らんけど、今どういう状況なんか全然わかんないけど、そのリビングのねエアコンがちょっとね、なんかやばくて、やばかったらしくて、そうね、まあそこかな、リフォームとエアコン。リフォームはね本当に風呂場と洗面所をきれいにしたくて、あとはまあ自分のやりたいことのために貯金かな。人生何があるか分かりませんから、まあ当たってないけどまだ当たってないし当たらないとは思うんですけど、うん、こんな感じ。一等3億円、あ、12本もあんの、すごで、前後賞1億円が24。うわー、結構なんか1本だと思ってた私、そんなあるんだね。光るのやりたいことってなんだろう、なんでしょうか。ビギナーズラックあったら嬉しいけどね。そう、そしたらもうちょっと仕事セーブするわ。うん、もうちょっとだけだけど、きっと仕事セーブしてもうちょっとのんびりするかな。いや本当にリフトありがとうございます。今ね結構バタバタしてしんどいというか、眠たいとかうわーってなるからうわーくるから、仕事楽しい。待って、髪の毛食べてる、やだ。仕事、楽しくはない。あ、人間関係とかで言ったら楽しいです。人間関係を含めるならば楽しい、で言えば楽しいです。でも仕事ってなんかその、まあ、やっぱりバタバタするのとやっぱり疲れるからね、楽しいとはちょっと違うなって感じ。もちろんお給料ねいただく分はもちろんしっかりお仕事はするけど、でもそこまでって感じ、うん、なんかその楽しいからじゃあやりますっていう感じでもないかな、うん、そう、この前もねだから話してたんですよ、なんか仕事が楽しいって思える人はまあ多分少ないと思うけど、そういう仕事にね出会えた人はすごいよね、すごい素敵だよね、とってもいいことだよねっていう話をねしてたんですよ。私もなんか将来そういう仕事につけたらいいなと思いますね。光るんってバレてない？全然バレたことない、マスクしてるし、うん、全然バレない。探してみて、石川おいでだから石川来て氷川を探してみてじゃあの時にも辛いし歌ったんですか。なんか仕事自体を辛いとは思わなかった。まあ、なんかやりたくないは多少あったよ。その私はやっぱり喋るの苦手だから、やっぱり喋るお仕事になるとはちょっと嫌だなとはなった。そうそうそう。でもそのコンサートステージに対しては私は全く嫌だなとは思わなかったし、辛いとかは基本的にはなかった。でもだからその私が辛いって思うのはメンタルが弱いことだったから、そこだったかな、しんどいのは。まあ、なんかそのちょっとしたことでやっぱりズーンってなって、あとはなんかまあもちろんやっぱり仕方ないことだと思うけど、嫌な言い方をされるとか、そんな言い方しなくてもいいじゃんみたいな言われ方をするとか、うん、
なんかその仕事に関してじゃない、辛かったのは私は、うん、やっぱりその作って人間関係だとか、こういうな、こういう怒り方は違うと思うし、こういう言い方をされたのがやっぱり納得いかなくて、なんかすごい頑張ってるのにみたいないうのが辛かった。まあ仕事は好きでした。光の天使がアイドルじゃないの、歌って踊るのはねすごい、そうだと思います、私はめっちゃ好きだし、喋らなければ超好きだね。だって私の好きなことが詰まってるよ。大好きな人に会えて、大好きな歌とダンスをみんなの前でできて、そこにね、なんか転職ではあるかもしれないけど、そこに対するメンタルがついてこなかったよっていう。どんなに大好きでも私の豆腐メンタルじゃどうしても無理だったよっていう。こんばんは、ギフトありがとうございます。私はね、本当はできることならばずっとずっとやりたいななんて思う仕事ですけど、AKB に入ってないけど、ね、まあそうだね、本当にまあ素敵な出会いはたくさんありましたよ。私はだって、私まあ友達いないの知ってるよねみんな。友達が少ないんです。まあ例えばその高校まで、まあ、地元の学校のお友達っていうのがすごい少ないんですよ。もう連絡取ってるの2人かな、1人だったのが2人になったんです、最近。そうなって、まあなんか基本的に、まあ、会うことはないんですよ。それでも連絡を取ってるって言っても、やっぱりお互い仕事だったり、まあ違うところにちょっと遠くに住んでるよとか、あ3人だった、ごめん嘘ついた。そうなんですね。だからその中で私の少ない中でメンバーと会って、あこの子とはもう一緒にいたいな、ずっと縁を切りたくないなって思う人たちにたくさん出会えて、もちろん今でも連絡取ってる子は全然いますし、なんかそれはね私にとってかけがえのないものかなって思いますし、まあね全然先だと思うし、まあ、これからするのかできるのかも分かりませんが、もしね結婚して結婚式をしますよってなっても絶対呼びますよ。絶対呼びます、本当に。何の予定もないけどね。こんなこといつ何の予定もございません。彼氏もいません。仕事しかしてないです。はい、マジで仕事しかしてない、今仕事人間だよ私。そうでも友達って、そう本当に片手でいいんですよ、片手で足りて、でその人ともうずっと一緒にいたいで、こうね、何十年何百年って言おうとしたけど、そう何年何十年先の時にもおばあちゃんになっても一緒にいれるような、お互いね、まあもちろん相手を気遣うというか、相手に対して礼儀も大切だけど、でも好きなことも言い合えるような、そんな関係がなんか一つでもあれば、私はそれで すごいことなんじゃないかなって思います。そう、それが私の場合だと、そうしたいなって思う子がまあ10人までいないけど、でも 7,8 人いるんですよ。やっぱり大好きだし、そうでも割と好きなことも言えて、これからも先に一緒にいたいって思える子はそんだけいるっていうのは、もうそれだけでね、なんか私の人生素晴らしいじゃんって思えるね。
一緒に老人ホーム入ろうねって話してます。あら素晴らしいです。そうそうそう、私もねどっちかって広く浅くって苦手なんです。それなら一人でもいいからずっと連絡を取って、まあ遠く離れてても名前なんか何してんのとか、なんか旅行行かないとか、そういう風にできる相手がねいたらいいかなと思いますね。そう本当にだから私の中で AKB に入ったことは、まあ、もちろん嫌なこと辛いこともあったけど、その中で得られたものはもうもちろんたくさんあったから、だからうん、すごいいいことではあったんじゃないかなって思いますね。そう会いたいもん、みんなに会いたいよ私は。今は仕事頑張って、うん、かな。こんばんは。頑張んなきゃ仕事を。今月も頑張ろう。始まったばっかだね今月ね。でもさ始まったばっかって言ったけどさ、もう5日じゃない？もう5日だよ。石川県のアイドル活動するご予定はありますか？全くございません。申し訳ございません。なんか石川県でっていうよりもアイドル活動するつもりが本当に全然なくて今んとこ。マジでない。ごめんね。うん。結構稼いでるとか言わないの？そういうのは言わないよ私。言わないよ。頑張って働いてますとしか言いませんよ私は。芸能活動の予定は今のところは全くないです。そうでもはもう絶対やりたくないとかいう気持ちではないので、まあ、やらないよっていう。ただそうやりたくないわけではないけど、私は今夢のためにやるつもりはないし、別でやりたいことがあるからそうっていう思いで今はやらないので。でもやっぱりそのやりたくないじゃないから、もしかしたらあーやろうかなとか、うん、なんかいいお話があればやりたいなって思ったらできたらいいなって、そう思わないわけでもないし、なんていうんだから難しいね。なんて言ったらいいんだろう。全く気持ちがないわけではないよっていう。そうでも今のところはまあやる予定はないかな。うん。届けたい言葉は、ねえ頑張ろう頑張ろう頑張ろう、ファイティーン。なんかね最近ね、なんかあこれやらなきゃなと思いながらさ、めちゃめちゃ忘れるの、何なんだろうね。嫌だな。毎日の楽しみはないです。仕事して寝ます。
良くない、良くないんだよ本当は。ダメなんだよマジで、良くない。探していかなきゃね。そうファイティングです。ヒカルンは車の免許持ってるの？持ってない、持ってなくって、うん、まあでも本当は持ってた方がいいのは分かってんだけど、まあ取る予定もございませんので多分取らないかなと思います。そうめんどくさいし、まあやっぱり高いし、私今のところ必要じゃないので、そんな多分取ったとしても週1も乗らないかもしれない。そうだから取りません。ね、楽しいこと見つかるといいな。楽しいこと、あ、思い出した、マニュアル作ろうと思ったんだ。あ、そうバイトのね、マニュアルというか、なんかやっぱりそう、なんかいろいろドリンクとか作ったりするのの自分用に分かりやすく。そう、いやでも作んないな多分。めんどくさくてきっと作んないな。気が向いたら作ろうね。たまに聞かれるし、聞かれた時にね、なんかこれ見てくださいって言えるような、なんか分かりやすい方がいいじゃん。やっぱりパッと見てさ分かるようなやつがよくない？カクテルとかではないけど、まあ、ドリンクはいろいろあるからさ、やっぱりそう、どのお店でも割とそうじゃない？なんかまあお店にもよるか、そうグラスがちょっとね違うよとか、そうこれはこのグラスでみたいな、やっぱり多少の違いはあったりするもんで。そうでなんかまあこんだけ入れてこれを入れてみたいなのもあるから、それをね分かりやすく、私もねなんかやりながらあれなんだっけみたいな、そうで伝票打ってとか分かんなくなるから、それをねなんか私もそうだし他のバイトの人もなんか分かるようになったらいいなと思って。なんか新しい子もまた入ってきて、はい、マニュアルあるって結構助かりません？後輩できたの？あ、もうできました、できました、できましたよ。本当にバイトなんかもうあっという間ですよ。1ヶ月とかなんなら1週間2週間しか違わないのに先輩なんてこともありますよ。私でももう言うて5ヶ月目、4ヶ月経って5ヶ月目であっという間なんですけど、兄ちゃん今日も料理作ってる？今日はね作ってないです。じゃあ最近ちょっとやってない、仕事がねちょっとバタバタしてるっぽくって忙しそうなので、今日ももう早く寝るんじゃないかな、明日朝早いって言ってたし。
って AKB の看板使わないですよ。逆に使って何の意味があるんっていうくらい普通の人だもん。だってうん全く必要としない。あやべ深爪、親指深爪、親指じゃなかった間違えた、足の指深爪いた。うん、私が出したところでそんな何も変わんないよ多分。そうで別物ですからいいんですよね。なんならあの使いたくない私。うん使ってもなあんまり変わんないのは分かってるし、なんかねえ私チヤホヤしてほしいわけじゃないんで、一緒でいいみんなと、まあ、怒られるの嫌だけど、私あの嫌なのがあの迷惑をかけることと役に立たないこと、すごいそれ嫌なんですね。なんかチヤホヤされてそうなんかまあまあまあみたいな感じになるのが嫌だ。しかもまあ一応知ってますし、私知ってますよ、知ってる人知ってます、私が AKB だってバイト先の人。そうでも私はそうじゃなくてそういう扱いじゃなくて、なんかやっぱりあそう私がいるとあの助かるわとか安心するわとかそう思ってもらえるようになりたいんですよ。だから手伝えることはたくさん手伝いたいし、そうできることならば全部やりたい、そうできることは全部やりたいかな。うん。あとも普通に恥ずかしい普通に恥ずかしい、私 AKB でしたって言ってバイトだって初心者だもんうん、バイト初心者だもん、そんなこと言ったって何の。元 AKB っていうのはもちろんね素晴らしい経歴だとは思いますよ。やっぱり AKB っていうその大きいところにね所属させてもらってたっていうのはすごい感謝もしてるし、でも一般になった時にその肩書きは何の役にも立たないんですよ。そう言ったところで何の役にも立たないし、結局初めてのバイトの子なんですよ。そう私あの初めてだったじゃないですか、その AKB やめあの AKB 始めたのが中学校だったから、まあそ5ヶ月前くらいが初めてのバイトだったんですよ人生でね。そうだからお店側としてはまあなんか芸能活動やってたけどバイト経験はない、飲食店の経験もない初めての子なんだなってなるんですよそこからもちろんその面接の時にも言われました、本当に続けていけるのか、お店側としてもやっぱりこの子は本当にここに置いといても大丈夫なの、このお店にそうで仕事ができるのか、で私もそこで続けていけるのかをお互い見ていきましょうねっていう話をしたんです。そうでもそれが本当に正しい形だと思うし、私もそう、なんか私もなんか初めてだから未知の世界すぎて、なんかただの役に立たない人なんですよ初めは。私バイトなんて初めてだし、だって洗い物なんかしたってさなんか分かんないもん、スピード遅いし全然間に合わないしそう何も追いついてなくて、初めのうちなんかなんかもうできることがないからただただ洗い物してたんですよ。そうずっと洗い物で教えられても本当に私がやっていいのかみたいな、そうそうそう、だからまあねそこからまあどこまで自分がやりたくってどこまで頑張るかで変わってくると思う。
だから大きいのはその芸能関係の仕事についてたかついていないかではなく、やっぱりどこまで仕事ができてどこまで意欲があってっていうことだと思うから、そう、だから私はだからそうしてる時にその教育係の人からあのピーちゃんはすごいやろうっていう気概が見えるからすごくいいよねって言ってもらえたんです。それすごい私は嬉しくて、なんだろう、なんか 私は別になんか本当にできたらいいなと思っていろいろ教えてもらって、じゃあやってみますとか、もしできそうなら空いてる時にやったし、そうやっぱりそれを見られてたんだな、見てくれてたんだなと思ったらすごい嬉しかったし、なんかその頑張りがね、なんかちょっと認めてもらえたというか気がして嬉しかったですね。まあ、そんな偉そうなこと言える立場じゃないんですけど、言うても5ヶ月しか経ってないんでバイトして何を偉そうなこと言ってんねん私は本当にお仕事、やっぱりお給料いただく分はしっかり役に立ちたいし、頑張れるところは頑張りたいかな。迷惑をかけたくない。まあ、もちろんね、人それぞれ考え方ありますから、今のは私はこうだよっていう感じかな。そうだからもちろんそのやっぱりなんていうんですか、頑張れない時は頑張らなくてもいいと思うし、そこは、うん、全然休んでもいいと思うし、かな。もう言っとくね、本当に私はまだバイトしてから半年も経っておりませんだからまあ別物かなって感じ。 AKB だったとかそうじゃなかった、一般になったっていうのは特に何もない。本当にもちろんその本当にありがたい経験で、私の中で多分一生消えることのない思い出であって大切なものだけど、それは今の普通に一般の社会で世界で働くにはまあ私の中では大切な思い出かもしれないけど、一般の世界ではまあまあまあ特に何もないというか感じかな。でも私はそのこのバイトをする し始めてから、そのやろうっていう気概があ あるからすごいいいよねって言われるまでも、まあ今もそうだけど、やっぱりその努力をするっていう、なんていうのっていうのはやっぱ AKB で培ってきたものかなと思ってて、本当になんかたくさんやっぱりやらなきゃ追いつけないじゃん、追いつけないし分かんないことが多すぎたじゃん、私は、私まあ入った AKB 入った当初は。そうで、その中でやっぱり自分がやろうって思わなきゃ、多分その自分で振り起こしをしてすることもなかったし、イベントとかたくさん出してもらって公演もたくさん出てっていうこともなかっただろうし、そう、そういうだからやっぱり自分からやらなきゃダメなんだなっていうその思いを持たせてくれたのはめちゃめちゃ AKB 入った時に学んだというか AKB のおかげだと思うんで、それはなんか今ねバイトでなんか役に立ってるというか、
自分からやっぱり見て覚えてどうするべきなのかを考える、今何をしなきゃいけないのかを考えるっていうその視野を持つことは AKB でねすごい培ったものかなって思ってます。私ギフトありがとうございます。ギフトありがとうございます。新しいことでチャレンジすることってね、なんか私はね、まあ、もちろん楽しいの前にどっちかって言ったら私不安なんですよ。例えばまあ人間関係のことだったり、本当に私ができるのか、できなかった時どうしよう、まあ、この3段階ですね、私の不安要素そう不安要素ここですね、3段階で。でもなんか実際やってみたら、あ意外とできたなとか、そうなんかなんていうの、なんか楽しいなもあるし、もちろんなんか それは始めたことは確実に私の知識と経験にはなってるなってすごい思うから、それはいいなって思う本当に。むしろなんかそう思えなかったら私はなんかもっと違うことをした方がいいのかなって考えるかな。そう何も得られなくって、ただただそう楽しくもないしんどいですだけなら、なんかもっとやっぱり違うことをするかも。分かんないけど、その状況になってみないと。不安はね全然払拭されてません、むしろ不安だらけです、不安だらけです。全然先が見えなすぎて分かんなくて、本当になんか夢叶えられんのかなっていう不安がめちゃめちゃ多いです。でも今はもう正直やるしかないって思ってて、諦めたくもないし、でも不安ならとりあえずもう今できる、ま、今だとまあお仕事をするっていうことなんです、今私が精一杯できること。そうだからそれをできるだけするかなと思ってやってる。多分不安はねもうこの先ずっと消えないと思う。そう消えることはないけど、多分ね途中でね打ちのめされて泣いて号泣してうわー言うてもう無理やー言うて、まあ途中でねもしかしたら倒れることも崩れることもあるかもしれないけど、とりあえず私が今やろうっていう気持ちがあるうちはとりあえずやろうかなっていう思いで、自分をしっかり持ってるから大丈夫だね、ありがとう。そう見えてるんなら嬉しいね。意外とブレてたりもしますけどうん、ブレブレだったりします。私結構人の言うことに左右されやすいというか、判断力が鈍いというか決断ができないんです。特に一番大事な場面で決断ができなくて分かんないってなる人なので、追い込まれれば追い込まれるほど特に思考が働かなくなって、多分何聞いてもその時って私分かんないしか言わないんですよ。だけどできる限りね諦めずに芯一本通して進んでいけたらいいな。彼は誰とでも打ち解けられそうなイメージ、全然ちゃいますちゃいますちゃいますめっちゃ人見知りだし、だから合う合わないあります。めっちゃ合う合わないあって、話しかけてくれる人なら大丈夫です。私はそれもなんか AKB で培ったものですね、皆さんと会って話す。もちろん初対面の方もいましたから、初めなんて特にみんな初めましてだったし、
そう、その中で話しかけてくれたりとか、あ、じゃあなんかそのどこから来たのとか、何歳なのとか、今日何食べたのとか、会話する能力はすごい成長したし、でも本当に全くわからない人に話しかけるのは無理なので、話しかけてくれる人ならいけます。あ、そうなんですね、はけど、そこでもう一度考えれると思えばいいことです。本当にそう。一番最初に打ち解けたのは誰ですか。あ、ひなのん、ひなのんでした。その次ハッツとかかな。あ、まあ、サイリン以外だったね。サイリンはね、やっぱりその私とまずはじ一番初めに会って数回あの2人だったので、一番最初ってまあサイリンなんですけど、サイリンを抜くとひなのかな。ひなのも割とだからグイグイ来るタイプだったんですよ。え、何歳とか、これ知らんとかだったので、あ、慣れは大きい。だから本当に今バイト先でめっちゃ私あの人間関係良好というか、すごいまあいじられるんですけどね、めっちゃいじられるんですけどねでもいじられながらも楽しくいるかなと思います。だから結構ね、慣れるのも早くて、話せるようになるのも。初めはだからやっぱりその猫かぶってたというか、あ、お願いします、平野ひかるです、すいません、バイト初めてなんですけど、すいません、お願いします、だったのが、今じゃあおはようございます、はいはい、わかりましたはいこんな感じです。あ、これですね、 OK です、あ、これしときます、あ、これもらえますねもう普通にね、普通になんか何でも結構好きなこと言ってます。そう、相手もやっぱりそれを見て、あ、なんかこういうこと言っても大丈夫そうだなとか、なんかそのやっぱりその一緒にいあの仕事する上でね、そう、なんか全なんかお互いを見て、あ、こうこうこうでも大丈夫なんだなとか、なので楽しくやってますよ。そう、あ、そう、ショールームでもね、トーク力は鍛えられましたね。いやでもまあでもショールームに関してはね、皆さんのコメントがね、あの一番大きいんですけど、皆さんのコメントがないと私は喋れないです。すごい、めっちゃテンション高い時じゃないとさ、一人で喋り続けるなんて、ね、無理なんですよ。ミニマリストのひかちゃん、仕事着洗わなくていいの。あら、ミニマリスト仕事着だけで一着しかないっていういや、仕事着こそ増やしないよって感じないよね。そのシャツをね、本当は買わなきゃいけないんですよ、黒か紺か。大丈夫です、明日は多分夕方からなので、はい、なんかその仕事楽しい、まあまあまあそのなんていうの、人間関係は楽しい、仕事始まったらしんどいけど忙しすぎてしんどいけど、洗い物とかに追われてそう腰痛いし、そう、でも、まあ、人間関係がいい分良かったなって思う。これが人間関係やばくて全然良好じゃなくて、仕事も忙しくてしんどいだったら、私はもう続かなかった。だから、うん、仕事が楽しい、まあ、仕事が楽しいって言う、まあ、言うのもそうなんだけど、その仕事が楽しいっていうより、その仕事場の人に会うのが、会ってお話しするのが楽しい。仕事はしんどいです仕事はしんどいです、嫌ですそう、立ちっぱで洗い物してシンク低いんですよ。シンク低くってさ、腰曲げないとさ洗い物できないんです。もうしんどい
ずっとライブしてるし。で、あ、お客さん来たと思ったらバタバタっと接客して、洗い物しなきゃってまた裏行って洗い物して、ああしあこれしなきゃ、ああしんどい。そうだからなんかまだ私がこんなにねテンション高く帰ってくるというか、もちろんしんどくてわもう疲れたけどもう無理っていう日もあるけど、そう私はまだなんかねこうやってね楽しくニコニコってショールームしてるのはバイト先の人のおかげかな。シンク低いってどのくらいの高さなの？あ、家のキッチンより低い。家のキッチンもなかなかまあちょっと低めなんですけど、なんて言ったらいいかな、まあでも腰曲げなきゃいけん、低いです。まずだから私でも低いって思うから、男性の方はもう確実に低い、しんどいだろうなって。私なんか一番身長低い人で私とも同じくらいなんですよ。一緒一緒、ほんと私が一番身長低いくらい、まあ、大体トントンな感じの女性が結構いて、そう、それでも低いんです。え、そう、本当にマジでそう、誰に合わせてんねんって言いたい、本当に。いや誰よっていうね、そう言いたい、めっちゃ言いたい、なんでこの作りなん。しゃあないですね。そう、それだから腰も痛くなるんですよ。ねえ。仕事辞めたいと1000回以上思って、私もたくさん思いますよ。辞めたいですよ。やらなくていいならやりたくないもん。そう、よっぽど私の転職じゃない限りやらなくていいならやりたくないですね。そういうわけにはいかないから。あ、何、何か言った？仕事なんかねやらなくていいならやりたくないね。ちっちゃくうなずいた。そうだね、頑張るもんね。ねえ、しなきゃいけないんで、少しでも環境のいいところでね。マミーかわいい、言っとくね、めっちゃ喜ぶよ。さっきさラーメン作ってくれてたんだけどさ、そうラーメン作ってくれてたの、そうさっきのちゃんぽんね。で急にさちゃんぽん作りながら、はっって言って、そうや思い出したって言って、あ、声が若い、あ、喜びます、そうで、あ、なんやねん、なんだみたいな、 そんなやることあった、どうしたと思ったら、冷蔵庫から急いでビール出して、ビールカチャッて開けて飲み出すの。もうね、なんやねんそれって、そんな思い出したで急いで飲むもんでもないし、どんだけ飲みたかったんや。ヒカもね迎えに来てくれてたから、車で、ね、迎えに来てくれてたから、それまでねお酒多分飲んでない、まあもちろんそうなんだけど飲酒運転になっちゃうからね、それ我慢してたんやろね、ちょっとね。っ、思い出した、カチャ。思い出したちゃうわ、言う、そう、思い出さんでいい、そんなもんって。そんなもんは思い出さんでええんやつって話してた。
あマミーですよ。それがマミーですよ本当に。マミーお酒好きだからね。本当にめっちゃ好きよマミー。ビール大好き。ビールとレモンサワー大好き。あの人。平和ですね。うん、平和です。まあなんか楽しくやってますよ。いじって、いじっていじられて、そう。ひらなきゃね、それが通常運転なので、めっちゃいじるし、あっちもいじってくるし、そう、平和平和平和が一番。仲は悪くないね。うん、まあなんかずっと仲いいかって言われたらもちろん喧嘩する時もあるから、そうあれなんだけど、仲いい方だと思います本当に。喧嘩も減った気する、そう一緒に取り木行きますよ。もうねマミー待ちわびてるからね。グループラインに送ってくるくらいなんかワクワクしてるから、あの人。そう取り木がオープンするやっつって、そうそのね、何リンクなのかちょっと覚えてないけども、そう私とお姉様とお母様の LINE に投下しまして、それをすっごい嬉しそうだった。なんかもう行く気満々だったすごい楽しみにしてんなと思って。トリキって何ですか？あ、トリキ族ですね。トリキ族の略です。トリキです。トリキ。お兄ちゃん？お兄ちゃんね、なんかあんまりよくそこまで欲がなくって、あ、ライン？あ、ラインはね、見ないんですよお兄ちゃん。マジで全然見ないし、なんなら。携帯なくても生きていけるとまで自分で言ってました。携帯ね今ね、なんだろうね、あの機種もう5年くらい使ってるらしいよ。携帯ってそこまで持つんやって思った。 iPhone なんだけど、姉ちゃんに帰省しなさいって言われてない？あ、全然全然来ないし、全然帰ってこないんだよお姉ちゃん。言っても帰ってこない。いや仕事するからとか、いやこっちで推し活するからみたいな。お食事、お食事は誘いますよ、いつもちゃんと誘います。行くってってから出かけます。そう行くって言ったら、あじゃあ行こうってなるし、行かんって言ったら、うんじゃあごめんやけどちょっとお留守番頼むなってなる。LINE はもうしゃあない、だって嫌がるもんあっちが嫌なんだって、そうめんどくさいっていう。しゃあないじゃない。
のひらで消え去る前願いを言えば、そしたら平野家揃ってってあんましないのかな。ないね。あんましない。そう、まあ、もちろんお姉ちゃんがね今こう家にいないっていうのもあるし、まあ、お兄ちゃんはそのあんまりその外食あんまり行きたがらないというか、いやめんどくさいからとか、まあ、行くときもあるけど、全然あるけど、どっちかって言ったらめんどくさいし俺いいやっていうタイプで、おばばもね、まあもうね、おばばも言うちゃあれですけど、いいお年なのでいいかなっていうことも増えちゃったし、そう。でもなんかその代わりね、2人とかだったら行く。お兄ちゃんは例えばマミーと2人とか、ヒカと2人とか、ババフと2人とかはなんかたまにちょこちょこ行ってますね。うん、大人数だとなんかあんまり来ないんですけど。そう、前もねご飯食べてきましたし、お兄ちゃんと。てかなんか行っておいでって言われる、マミーとかに、マミーとかババに。そう、なんか今日夜ご飯どうし、どうな、何って聞いたら、あの今日外食べてきてもいいよ、うん、食べておいでよ、2人で行っといでっていう時がねたまにある。そしたら、うん、じゃあどこ行く、何食べたいって食べに行く。まあ大体決まってるけど食べに行くもん。大体決まってます。今日ショールーム何時までしようかな。ピンクリルスの手のひらで。お、57分開始ありがとう。まだ未定で、もうちょっとのんびり話そうかな。こんばんは。何か言えば、ビッグマックリーファントロお、ニキビ治ってきた。ほら、あんまり痛くない。よし、孤独を知るためじゃない。漫画を整理したいな明日。明日一日中寝てそう。一日中というか、まあ、仕事始まるまでずっと寝てそう。しゃっくり出た、ごめんなさい。めっちゃ漫画整理したい。漫画整理して、お洋服はね整理したし、お洋服も一応整理はしなきゃな、衣替えしなきゃ。夏服のねところちょっと開けようかな、服入んないので。うん、ね、本当にマジで一気に寒くなりそうね。着なきゃ着なきゃ。
もし君に夏服ね。でもさ、外歩いてるとさ、半袖の人って結構いるんですよ。寒くないのかなと思いながら私帰ってくるんですけど、半袖の人いては、私さ、もっこもこの、あのカーディガン着てるんですよ。うん、私で今日だから夕方とか寒すぎて、うわーもう一枚必要だったなとか思いながらカーディガン羽織ってたんですけど、半袖の人とかいるんですよ。すごいなと思って、この差何と思いながら帰ってきた。私ってさ寒がりだよね、すごい。なんでどっかおかしいのかな、本当になんか心配になるレベルで寒いんですけど。そうマジで、いや本当に私あの体温調節的なの大丈夫っていうレベルで超寒がりだと思うの。うんね、本当にいやーわー、他の人との差がでかすぎて心配になるわ。冷え性はあるかも。私さ、なんか足とか手とか結構冷えるしね、本当に寒すぎるの嫌だな。冬とかどうしよう。冬になったらこのシャツの上にパーカー着て、その上に上着着ていかなきゃかもしれない。そうパーカー着て、そのくらいじゃないと私は乗り越えられない。ヒートテック着ないんですよ。なんかね、肌になんかね、くっつく感じが好きじゃない。なんか冬になるとさ、ほんと雪とか降るとさ、仕事行くのにもさ早く出なきゃいけなくなるからさ、ほんとに本当に結構マジで雪降らないでほしいし、来ないでほしい、切実に。今年と来年は頼む。本当に凍らないでくれ。今の時間より早く出るなんてしんどいんだ。今の時間より早く出るのは私はもうしんどいんだ、もう無理だ。でもね、教育係の人もね同じこと言ってた。もうほんと冬来てほしくない、家出るの早くしなきゃいけないとかもうやだって言ってた。あー、考えること一緒なんだなと思って。そう、ギフトありがとうございます。そうそうそう、雪かきしてみたいな。今日ね、帰ってきたらね、お布団がさお布団がさ
お布団のカバーがモコモコのピカチュウに戻ってて、毛布とお布団置いてあって、うわマミーさすがやと思いながらいました。最近お布団引いて寝ないんですけどね私。そうマミーはねお布団引いて寝なって言うんですけど、めんどくさくてお布団を枕にして寝るんですよ私、毛布だけかけて。そう私全然寝れる人で、それでも床とかで寝れるからあまり気にしなくて。そうだからありがとう、枕に使わせてもらうねマミー。そうもう毛布出てます、毛布と、ま、薄い布団いつもあるから、まあ、どっちか使っ、どっちもでもいいし、まあ、どっちかでもいいしみたいな感じ。マミーさすがすぎる、私が寒がりなの知ってるから、そう暖房つけてるのも知ってるから、だから暖房消して毛布かぶって寝なさいっていうことでしょう。もちろん暖房消してますけどいつも。そう本当はねダメだよね、ゆうかね分かってる、すごい分かってるんだけどね、めんどくさいんだ引くのが、引くのがめんどくさいし、引く時間あるならその分寝たい。そうね、ただ10秒なのに10秒とかで済むようなことなのにね。 そしたら次片付けるのめんどくさくなっちゃってね。だからむしろね私床で寝たい時ってあるんですよ、変かな、ずっとさ同じ場所とか同じ、同じもので寝るのが好きじゃなくて、あんまり、うん、なんかたまになんか違った感触を味わいたいっていうか、そうだから毛布、お布団はお布団でいいんです、なんだけどたまに硬いところで寝たいなってなって、床で寝たり、そうそうそう、あ、そうそう、暑くてとかじゃなくてもう普通に硬いところで寝たいみたいな、うん、気分転換的な変かな、あ、分からんかな、うん、まあなかなか理解してもらえんでそう理解してもらえることはなかなかないので、まあ、全然いいんですけど、そうだから一回さあえて本当に硬いところで寝たくて、わざわざ姉ちゃんの部屋行って、そうお布団かけて寝たんだよね、枕だけ持ってって、そう枕だから頭引いてあとは床みたいな感じで寝てました。買ってくれないか、私定期的に寝る場所変えた方がいいんだと思う、床だったりお布団だったりマットレスだったり、そう飽きたら別のところで寝てみたいな、背中痛くなりそう、なったことないんです、うん、夏限定とかじゃなく普通に、そうでっかい布団持ってって、そう掛け布団ね、掛け布団でっかいの持ってって修正がワンちゃんのようで、あらちょっとワンちゃん前世陽気日だったから、その前、その陽気日の前がもしかしたらちょっとワンちゃんで、ちょっとねちょっとずつ残ってるかもしれない、ね、いやでも確かにそうなんだよね、もも梅もね硬いところ寝たり、なんかどっか移動してふわふわのところ寝てたり、お布団の中寝たり、そう陽気日ですよ、前世陽気日ですよ、何かありますか、占いで出たんだ絶対陽気日って出た人いっぱいいるから周りにギフトありがとうございます。その寝る場所は来ます、私だからたくさん、もしね将来さ何個か部屋ってたくさんあったら、まあベッドで寝たりソファーで寝たり床で寝たり、ああなんかすごいその時々寝たい場所で寝るんだろうなって思ってます。
まさにワンちゃん、いやほんとそうだよね。ワンちゃん、猫ちゃんもかな、なんかそっちの動物系。いやでも本当にそうなんですよ。いやなんでやろうね、今もなんで。なんでや、私だから押し入れとかで寝たいもん。ドラえもん的な、神楽的な押し入れで寝たい。すごい気持ちよく寝れる気がする。やべえ、平野がちょっとやばいぞ。平野ちょっと壊れてきたかもしれん。あ、ちょっと疲れてるのかな。ちょっと平野今日疲れてるかもしれない。いやでも本当になんだよな。まず狭いところが割と好き私。うん、狭いところが好きで、でもなんか足伸ばせないとか嫌なんですけど、なんだろう、足伸ばせるギリギリくらいの狭さならそう好きで、結構なんか自分の空間って感じがするじゃん。もうここには私しかいなくて自分のテリトリーですっていう感じがするから結構好きで、うん、そうそうそう、秘密基地的な。だから寝てみたいかな。うん、ベッドの下とかも好きでした私昔。途中からさ、やっぱりさ、身長大きくなるたび入れんくなるからさ、なんか厚み的にそう入れんくなるからさ、入らなくなったけど、そう好きだったな。なんか落ち着くよね、落ち着く。理解は得られなさそうだ全然得られなさそうだ。押し入れしか理解得られなかった。まあなんか私の習性はちょっと犬に似ているということで、はい、だから梅ちゃんひかのこと好きなのかな。あ、こいつ犬だ的な。あ、こいつ犬だわ、私と同じものを感じるわ的な感じで好いてくれてるのかな。どうなんでしょうか、梅さんいかがですか。そうそうそう、仲間意識、仲間意識。それでもね、好いてくれるのがね、嬉しいんですけどね。なんかももちゃん吠えるのかな。まあね、もも優しいはずなんですけどね。お、19分、じゃあ25分になったらね、ランキングいこうかな。あと6分。世界に安らぎと
こんばんは。こんばんは。ダムダムひなのです。ふきてももめちゃんの写真見たいか何かに入れて。ああまた機会あったら。私最近撮ってないんで。撮れたらじゃあ乗っけますね。可愛いので、ももはね今も着てるかな。梅はね、梅ね意外とあの体かゆがるんで寝るとき脱がせるんですよ。そうももはずっと着てる。梅ちゃんも日中着てるね。日中は着てて夜になったら脱いでってしてるかな。そう。もうねお洋服なんか好きなのか嫌いなのか分かんなくって、一回着させると脱がすのが大変で次。で次ね、なんだっけな、そう着せようとするのは楽かも。そう嬉しそう。服好きなのかもあの子。うん、脱がせるのその代わり大変。そうそういう時だけね、くちばし、黄色いくちばしつけて噛まないようにするんです。そうでお洗濯してもう一回着せる。めいちゃんもねお洋服好きだし、あの子おとなしいんですよ。あの子に脱がせる時も着させる時もねおとなしくて超可愛い。そうくちばし、なんかまあ本当はねこれ絶対賛否両論あるんだけど、なんか噛まないようにしつけるためのなんか黄色いこういう口開かないようになるやつ、そう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 、まあ普段はね全く使わないんですけど、まあ、やっぱりその服とか着せるたびに噛まれてたらたまったもんじゃないので、そうそうそう、あの子ねなんかね嬉しくても噛むんですよ。なんかテンション上がるとちょっとね興奮気味で噛んじゃったりもするんで、そういう時にくちばしつけておとなしくしておいてもらう。あの子噛んだら大惨事ですからね。もうね指に穴開くんで、ももそう、ももは甘噛みすること基本的にないです。本気噛みです。穴開きます指に。そう大惨事になるんで、そういう時だけはくちばしをつけて噛まないようにして、でまたそれが終わったらねすぐ外してあげてって感じかな。うん、梅ちゃんはね噛まないんですけど、梅ちゃん甘噛みしかしないもん。多分梅はね本気噛みはね桃にしかしない。怪我用のカーラーつけたことありますか。あーなんか丸いやつないかな。うん、そうだから桃は怖いです。本当はめっちゃ怖い。機嫌悪い時はなおさら怖い。触れないあんまり。でもね構っちゃうんだけどねついつい。そう梅ちゃんはどっちかって温厚とか、なんかももはねやっぱりその基本的に自分が機嫌悪い時は触ってくんなタイプ。そう今これやってんねん構ってくんなタイプなので、そうそうそう。でもじゃあ勘違いしないでほしいのは、可愛いんですよ。ちょっと気難しい性格してるだけで、そう全然うなったりとか怒ったり吠えたりもしますけど可愛いんです。そこだけ勘違いしないでね。めっちゃ可愛いです。私は大好き。ももと梅どっちも同じくらい好き。そうただちょっとね厳しいよっていう、私に特に当たり厳しいかなっていう。そう当たりがちょっと厳しいかな。私ちょっと私嫌われてるかな、うんっていう感じ。そうでも大好きです。本当に可愛い。私あの子たちいないとね無理だ。だから本当にもうなんかそれぞれね性格が違うんだなって感じ。でもどっちも可愛いし、ももね全然ね甘えてきますから。
そういつもね、なんかそのそう噛んだりってちょっと怖いとこをね話しちゃってるかもしれないけど、でも違うんですよ、甘えん坊なんです、あの子も。ちょっと気難しいだけど超甘えん坊で全然すり寄ってきますし、抱っこもさせてくれるしチューもしてくるし大好きなんですよ。たまに怖い25分ね、ありがとうございます。ということでね、ランキングいきます。10位情報技術研さん、12位 UCSP777、 31位プリーツさん、10位猫3匹とジョンさん、9位香港の JW さん、8位ゆうこさん、7位玉さん、6位白身フライさん、5位かぼちゃん、4位ところてんさん、3位けんけんけんさん、2位かいさん、1位ゆうとさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。白身フライさん、玉さん、マー君さん、猫3匹とジョンさん、まさとしさん、オータムショコラさん、 UCSP777 さん、ユーボーさん、プリーツさん、ユーコさん、カポちゃん、ボンタさん、ユーゴリーさん、谷口ひろきさん、情報技術研さん、ともゆきさんです。ありがとうございます。呼ばれてない方挙手でお願いします。いや、モモの可愛い写真見てほしい。今ねちょっと絶賛あの一番可愛い時期でして、あのいつも可愛いんですよ、もちろん。ゆうたさんありがとうございます。いつもね可愛いんですけど、あの私としましてはちょっとだけ毛伸びてちょっとボサッとしたトリミング前のももたんが一番あの推しておりまして、推しでして、はい、なんか再推しと言えばいいんでしょうか。けんけんけんさんありがとうございます。かいさんありがとうございます。はい、もうたまんなく可愛くてですね、今ねその時期なんですよ、絶賛その時期でして、もうちょっとでねトリミングなんですけど、ボサコ時期が可愛くてですね、ちょっと写真いい写真ないかな。カットした後だなこれ全部。そう、ちょっともさっとした感じがね可愛いんです。あとお洋服からはみ出る毛がたまんなく可愛い。あるかな写真いい感じのぼさっとした可愛い写真。なさそうだ。これお兄ちゃん写ってるしな、ダメだな。ないかな、絶対あると思うんだけど、これボサッとしてないし、あーちょっとなんかいい感じのがないんでちょっと見せれない。そう、いやマジね、服からはみ出る毛とかねたまんなく可愛いから、ないかな。モサッとモモさん、モサモサモモさん、モサコさん、モサコさん、ダメだな、カットした後ばっかりだな。あ、カットした後が多い、やっぱりどうしても写真が。モサッとモサッとモサッともさっと、あーでもまあ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 、これもまあまあまあ一応モサッとしてるんですけど、もうちょっともうまあまあまあモサッとなんですけど、可愛いです、可愛い時期です、最推しです、これが私のモサッと時期。でもね、切ったら切ったでね、また可愛いんです、この子。天使、もうどっちも可愛い。ほら可愛い。気持ち悪い人になる。可愛いビー。
ということで、はい、失礼いたしました。ちょっと取り乱しました。ちょっと可愛すぎてね、テンションが。はい、ということで、ね、皆さん見に来てくださってありがとうございましたね。遅くまでね、本当にお付き合いいただきありがとうございました。はい、明日ね花金なので、皆さんも体調気をつけて、お仕事気をつけてきてください。ちょっと朝配信はねまたできたらします。やるとしたら多分6時から7時の間に始めると思うんで、もしやってたらね見に来てください。はい、ということで本当に皆さんもねゆっくり休んでくださいね。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。またね、ありがとう。明日もファイティーン、ファイティーン。またね、おやすみ、ありがとう。